るチャンネル。オッケー。じゃあそろそろ寿司を食べないと新鮮イバースっていうゲームをね、今からやっていこうかなと思います。昔これの一作目のそろそろ寿司を食べないと死ぬぜっていう、まあ、ユニバースがついてないバージョンを遊んだんだけど、今回は、多分2作目だね。このクソイサイト様っていうなんかこの男の人がアーダコーダする作品を作るっていうこと有名なサイトのディベロッパーの方なんで、今回も、いい感じのねアクションが見れるんじゃないかなと思います。やってやるぜ。渋谷に来た。渋谷急だな。はいはいはい、移動は AWSD で、はいはいはい、カメラ操作マウスね。 OK です。はい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 、じゃあ、 あのこれ若干この前傾姿勢なのが笑えるよね。これ誰に似てるんだろうこれ。これでも渋谷すごくないこれ。あ、渋谷駅ね。はい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 、渋谷駅あって寿司食べ放題。待って、周り寿司だらけだ。でこれ何、お寿司食べ放題最高。あ、すごい見て、地下もあるけど一応入れない。でお寿司を、このゲームお寿司を食べると。都会の寿司は質がいいね。逆だけどね、普通普通さ、地方とかのさ、海が近い地域の方がね、あでもそうか、職人さんレベルとかもあるのか。はいはい。あ、なるほどね。うますぎるだろうが。うるせえな、マイク。はいはいはい。これ取れない。お、いいね。とりあえず10巻取ればクリアか、チュートリアルは。あー、来た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 。あ、そう、あ、待って、びっくりした。寿司を愛する心、寿司を愛しすぎるあまり、あなたは寿司を食べ続けないと死んでしまいます。時間ともに減少する命ゲージが尽きないように注意しながら寿司を食べましょう。レッツイート寿司。オッケー、寿司を食おう。アナゴ、マグロ、アナゴ、マグロ、イカ。ちょ、曲がかっこいい。待て待て、いい、エビか。うますぎるぜ。これ何、今のなんだ、これ何、このネギみたいなの。やばい、ちょっと待って、やばい、死にそう。待って、きたー、食べたぜ。勢いだけでやってるなこれ。この勢いだけのゲーム好きだわ。あ、そうそうそう、このゲームね、ストーリーがちゃんとしてあって、何が起きてるんだ、寿司が消えていくぜ。それだけじゃねえ、ほう。あ、それでユニバースなのね。出た出た、寿司の妖精。なるほど、寿司という概念が、概念が、確かに走りながら寿司食ってるもんね。なんかファーストフードらしいっていうか。近い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 。曲が、曲がいいんだよな。待って、イラストやる、イラストやる、イラスト使うな。寿司ソウルを集めよう。ゲートの先で待ち受ける試練をクリアすると寿司ソウルを獲得できます。たくさんの寿司ソウルを集めて大いなる寿司の試練を達成しましょう。あれだね、マリオみたいになんかステージがあるんだよね。レッツコレクト寿司ソウル。なるほど。待って、お前が言うんかい。なんか急に始まったな。なんかいろいろステージがあるっぽいな。あ、ステージ1、寿司ソウルを集めよう。あ、でもこれダメだ。あれか、寿司ソウルが、寿司ソウルが1個あれば入れるみたいな感じか。とりあえずはここ、馴染みのお店で食べる寿司、でかい回転寿司渋谷店、ゴーゴー、わっしょい。おっほー。イラスト屋がすぎる。はいはいはい、
すごい、見て見て、回転寿司だこれ。なんか昔のさ、回転寿司っぽくない？昔の回転寿司ってこういうちょっと渋いさ、ちゃんと、やばい、やばい、待って、死ぬ死ぬ死ぬ、待って待って、死ぬ、待って死ぬ、やばい、やばいぞこれ、死ぬ、あー死んだぜ、すげえ死に方してた。そして強制リスタート。これガンガン行った方がいいな。もう取れなかったら取れなかったでいいから、前に行った方がいいわ。いいよ、寿司取って、いや、もうこれ下行こう。いいよ、いいよ、うるせえうるせえ、やばい、これ引っかかってる段差に。お、いいよ、いいよ、やばい、ゲージが、ここにも寿司ある、やばい、取れなかった、やばい、やばいぞこれ。あと1貫、待って、取らせてくれ、頼め頼め、あー待って、あと1貫が、ちょっと待って、やばいなこれ、飽きさせないな、やめる寿司も与えてくれない。でもルートとしてはこのルートが一番良さそう。あ、いいねいいね。で、机の上降りて、机の上の寿司食べるのが簡単かも。はいはい、で、ジャンプ台、なんだこの曲、はい、よし、いいよ。あ、これレーンの、あ、死んだわ待って、寿司食うことに必死になって死んだわ。これなんか塊魂みたいにさ、ルートをある程度決めないといけないのか。ある程度さ、ルートが決まってさえいれば多分ね、簡単にクリアできそう。で、これた、あの、下降りて机の上回収したらレーンの上行こう。これ乗らずにレーンの上だ、レーン行こう。いいよいいよ、これは待って、ハードルやってみたいにハードルやってる、来たーごちそうさまー、食べたぜ、言えよやったぜ、そこはやってたなんだ。その調子です。来た来たー、お、お店がオープン。これ左上になんか寿司、これが寿司ソウルだね。すごいなんか寿司を魂が覆ってるけど、お店がオープンしました。とりあえずお店見てみる？いらっしゃいませ。はいはい、ヒーリング一休み、イノシケーキを回復する癒しスポットを設置。ふん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 。スキルボタンを押す。スキルボタンは、あ、なるほどね、右クリックなんだ。はい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 、なるほど。ポータブル竜巻、足元に小さな竜巻を発生させる、コースをより立体的に移動できる。ターボ林、あー、これいいな。ターボ林、ジェット前進、空中で素早く前進、なるほどね。あー、メモリー、逆さ登り、逆登り。あ、最後に食べた寿司の位置でワープする。へー、これなんか良さそうだな。なんかどれも良さそうだけど、ちょっと一回置くか、一回置いて、ちょっと困ったらにしよう。とりあえずステージ1、あ、違うか、あれ一緒か、違う、なんかなんだなんだこれ、さっきと一緒じゃない、待って、何これ、なんかマリカみたいになってない、やばい、落ちちゃった。なんかルートがある、ゴールを目指せ、待って、どこどこ、待って、どこだ、なんだ、うるせえ待って、どこ、ゴールどこ、やばい、こんなにうまいなら先に言え、待ってー、死んだぜ、くそー、そろそろ寿司を食べ、ちょっとルートが分かんないから、ルートちゃんと見極めよう。来た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 、いいよ。ちょっといい曲なのやめてほしいな。これは、あ、なるほど、乗っときゃ移動するのか、分かんねえよそんなの初見で。はいはい、ルートある、走り幅跳びゾーン、違うな、ハードルゾーンだ、これ乗って、いいよ、あ、左だ、いいよ、悪くない悪くない、寿司寿司寿司、ゴール来たー、食べたぜ、おー来た、2個目、結構同じステージこすっていくのかな、どうすんだろう。
次どこだ、ここは見たよね、遠くに見えるゴールまで、これさっきやったところだから次行きたいけど、ここもやったしね、グレートって書いてある。あ、なんかあれだね、なんか上りみたいに出てるわ、ここの上登りたい。あったあった、ジャンプ台初めて見たでしょうね探せ店内の赤貝、クリア条件赤貝の寿司を8貫食べろ。なんか一応さ、いろんな待って、増えてない、なんか増えてない、赤貝か、あ、赤貝、あ、あるわ、ちゃんとなんだろう、上りみたいに出てるわ、あぶね、赤貝、赤貝取って、なんかチープな音鳴ってんな、オッケー、やばい、落ちた、落ちて、これが一番やばい、この空中移動がやばい、やばいやばいやばい、あー、なんかちぎれちゃってるむずい、いいよ、これそこにあるんだよ、ここにあるから、あぶれ、赤貝取って登る、で左のテーブルに降りる、でここジャンプ台踏むと終わるから、踏まないようにしよう、オッケー、でここしっかり丁寧に降りよう、無理して急ぐ必要ない、いいよ、オッケー、でオッケー、オッケー、でこれ気をつけよう、きたー、ナイスー、ごちそうさまー、結構これ結構むずいな、お、っ、なに、え、ちょっと展開が早すぎるよ、喋りも早すぎるって、あ、寿司 is not food って言ってるえ、なになになに、兵器、え、え、どういうこと、は、あ、ちょっと待って、早い、早い、早すぎる、ちょっと待って、早すぎる、は、あ、なるほどね、あ、なるほど、もうこの、このなんだろう、この世界線の寿司はもう兵器と化しちゃったから、別の世界線に行ってまだ兵器と化してない寿司を救おうって話、何パースシフト、何どういうこと、もうむちゃくちゃだ、むちゃくちゃだ、今死んだ、これ死んでる、待って、むずい、待って待って待って、あのさ、重力ないんだったら言っといてよ、まあ宇宙だからわかるって話だけどさ、いいよ、いいよ、なにこれ、いる、この道絶対いらない、きたー、あ、これで、なるほど、別の宇宙の渋谷に来てると、でも別の概念にはなってんだ、はい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 、はい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 、え、なにこれ急に、え、お金やったら寿司の選手になる、あ、なるほどね、スポーツ、え、待って、おいどうなってんだこいつら、でも寿司の概念とかじゃなくて、こんなとこでこんなことすんなよ、築
築地の選手は強いな、寿司だから。寿司ってすげえ、最高の寿司すげえ、もう分かんない、世界観が理解できない。夢の舞台で食べる寿司、クリア条件寿司を食べまくれ、渋谷ビッグ寿司ドーム。ほう、そろそろ寿司を食べないと死ぬぜ。え、なんかサッカーみたいなのが始まったけど、あ、ちなみにこのわさびみたいなのが前作にも出てて、わさび取っちゃうとゲージが減っちゃうから、わさびは取らないようにするっていう感じ。いいよ、やばい、これ丁寧にいこう。なんかさ、砲台みたいなって狙ってきてない？いや、悪くない。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ、あと2巻頑張れ、いける、オッケー、食べたぜ。おお、これさ、根本的解決にはなってないよね。世界線変更してるわけだからさ。でもそろそろさ、あのなんだっけ、お店行ってみてなんか買ってもいいかもしんない。お店はさっきの世界線だったあったけど、あ、溜まってる溜まってる。あー、ターボ竜巻、あー、もうちょい貯めて、いやでもターボ竜巻買ってみるか。ポーズ画面、またはお店でスキルを装備できる。あ、これでいいのか。あ、今は使えないってことね。 OK、じゃあ奥だ、ここだいろんな仕掛けのアスレチック、渋谷ビッグ寿司ドームやっていこう。わっしょい、そろそろ寿司を食べないと死ぬぜ。あ、完全にアスレチックだこれ。あ、待って待って、寿司食えなかった。待って、ちょっとさ、何これ、待って待って、むずい、普通にむずい、やばい、寿司食いて、あー、おーおーおー、何これ何これ、いけるこれ、あー、やばい、あ、でもなんかゴールはいけてる何これ、なんかちょっと雑になってきてないか、大丈夫かこのゲーム。だいぶ雑だった気がするけど、さあ、じゃあどこ行こう。さっきスキル一回も使えなかったから使いたいな。はいはいはい、まあでもこんな月クリア、こんなところかな。卓球、ちょっと待って、いっぱいある。寿司ゲーター集団と赤貝、寿司、あ、何これ、あ、待って、寿司に乗ってるあ、はいはい、今の竜巻ね。ちょっと待って、やばい、これやばいぞ、あいつらぶつかってくんのか。 OK、 あー、やばい、早く食わないと、やばい、食えてない、やばい、やばい、あー、何、やばいやばい、これむずいぞ、これこのステージむずい。赤貝も食うのはいいんだけど、食わないといけないのは分かるんだけど、それ以外にちゃんと寿司もね、曖昧まで食わないといけないっていうのが難しい。やぶね、あー、やめて、やめて、やめて、にらまないで、やばい、死ぬ、あぶね、その寿司食いて、ここ寿司食って、寿司食って、はい、食って、どこだ、残りどこだ、ここにある、寿司食って、この、え、待って、待って、あー、もうむずいむずい、急にむずくなった急にむずくなった。さっきいい感じできてた気がするんだけどな。やっぱ狙ってきてんだよな。なんかでもルートはある程度見えてきたから、待って、
ジャンプで的確に狙っていこう。なんかね、手すりにぶつかっててそれがロスをしてる。でここは竜巻、OK、でここはしっかり真ん中に来て、痛い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 、おい、もう確かにスケートなんだろうね、スケボーみたいな感じで乗ってきてるけど、もう敵なのかどうかも分からないよ。この世界ではこれが当たり前っていう話だろでしょこれ多分むちゃくちゃだな。いいよ、今回悪くない。はい、あこれもノーリスクで取れた。いいよ、うまい、うまくなってる。やめてくれ、そして待って、来るな来るな、おい来るな、おい待って、執拗に追いかけてくるやついるっておかしいよ。めちゃくちゃいい感じに切ったのに、ま、逃してもいいわ、逃してもいいから前に前に行こう。はい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 、やばい、はい、悪くない悪くない、ミスってもリカバリ効く、まだ。はい、あの寿司取ろう、やばい取れなかった。この寿司取って、この取って、あラストだラストだ、はい来たー、食べたぜ、うーふぅ、ちょっと待って、お茶飲まして、ああいやこれさ、いや面白いわこれ、もうやってることはちょっとむちゃくちゃだけど面白い。確かに寿司食いたくなるね。ミニゲーム寿司のせファイト、何これ、あなるほどね、ちょっと待って、あなるほどね、寿司を落として、え何これ、誰と戦ってんの、自分は誰がアボカド落としてんの、これ何、あーなるほどね、落としたらしょうもねえミニゲームが用意されてる。もう一回やろう、さすがに。こういうのはちゃんとねばらけさせておくのが大事なんだよね。同じとこ置いちゃうとさダメだから、多分序盤にこれ寿司が回転してるの味噌だな、土手を作っとこう寿司で。はい、どう、いいね、結構安定感あるよ寿司、ここ置けるね。はい、あっちょっと待って、これさ、まあ、もう一回やろう、これさ、あの正解ない、正解あるのこれ、もうちょっとキワキワに置くか、初めっからもうキワキワで土手を築く作戦でいこう。はい、うるせえななんつってんの、はい、さっせいって言ってる。はい、でもいい、最高得点じゃない、チャージってなんだろうね、左にある。はい、いいよ、もう土手を築く作戦功を奏してきてる。はい、うるせえ、これで真ん中に入れてこう、あとは。はい、これで落ちないからさ、よっぽどのことがないと。ここも置けるね、はい、綺麗に置けた。さあいいよいいよ、はい、おー来た、1000点乗った。はい、いいよいいよ、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい、何これ。はい、はっはっはっは、待って待って、危ない危ない。はい、いいよ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 、チャージは何？はい、え、これこのゲー、え、なんか来た、金抜きた、金抜きたよ、ミスりたくない。
何？なんかないの？なんかないのこれ？待って、一生やんのこれ？一生一生寿司落とし続けんのこれ？まだいけちゃう、これこれ多分まだいけちゃうわ。あ、やばい、やめて。あー、はあ、疲れた疲れた。ちょ、どうしよう。あと1ステージくらいやってこのゲーム締めようか。じゃあ、いやー疲れた。なんだろう、この主人公のさ、熱量に引っ張られてね、これやってないし、おそらく違うステージっぽいからやってみるか。なんて読むんだろうこれ。タク寿司台で跳ねろ、不思議な宇宙、やっていきましょう。わっしょい、寿司を食べないと死ぬぜ。あ、そういうこと。タク寿司台っていうか卓球台なのね。これうまく取りたかったね今。これ、あ、なるほどね。これ着地はもうやばい、全然取れてない、やばい、死にそうこれ。あーあああ、画面外に。死ぬぜ、行こう。はい、はい、方向ミスないようにしないとね。やばいやばい、オッケー、これ反対側行って、いいよ。惜しいな、空中にある寿司取んのがマジでむぜ。取りたいな。あー、空中がむぜ。あー、ちょっと、そろそろ寿司を食べないと死ぬぜ。よし、再挑戦。多分ある程度はこのジャンプ台の上にある寿司で賄えるから、空中にある寿司をいかに取るかでクリアできるかどうか決まりそう。いや、無理無理無理、待って待って、慎重になっちゃうな。慎重に取りに行っちゃって結局時間足んなくて死んじゃう。むずいね。はい、ちょっと早いのか、もう少し手前で、もう少し手前で。待って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 、やばいやばい、なんだこの馬とは。いいよ、いいよ、反対側行こう。早い、ちょっと早いんだ。ここの寿司取って、ここの寿司取って、これ取りたい。あー、くー、そろそろ寿司を食べないと死ぬぜ。行こう。いや、毎回そこ取れない、悪くない悪くない。いいよ、いいよ、取れた取れた。そこ取りたいからこの角度。あー、取れない、取れた取れた、よしよしよし、あと3つ、いけるいける、きたー、食べたぜ。今落ちたけど大丈夫か。ナイス、きたー。あー、やってるわ、見て、寿司しよう、寿司卓球って書いてる。ルールはサビ抜きでいいよね。卓寿司なら誰に負けねえ。どうやってやるんだろう、これ普通の卓球だしね、見たら。はい、ということで一旦じゃあこの、寿司を食べないと死ぬぜユニバースに関してはここまでというところにさせてもらって、また別のゲームに進もうかなと思います。疲れるね。でもこれね、なんだろう、この主人公の熱意と、なんだろう、このゲームのさ、なんだろう、熱量に押されるから、多分元気のない時にめちゃくちゃおすすめできるゲームなんじゃないかなと思います。はい、ということでじゃあ次のゲームに行きます。